リエージュは、ベルギー東部ワロン地域のリエージュ州にある、工業都市で、同州の州都である、ベルギー第五の都市。表記はフランス語で、リエージュ、LJ、ワロン語で、リジャ、エルアイトン、オランダ語で、ルイーク、ローイク、ドイツ語でラーティッシュ。相性、熱烈な都市、熱心な都市というも、オランダ及びドイツとの国境に近く、ムーズ川に臨む、 人口185,574人、面積6 9 3 9キロ平方メートルで、リエージュ都市圏全体の人口は60万人ほど。交通の要衝で、ワロン地域の中心都市である。中世には、リエージュ市協領の首都として栄えたため、古都とも呼ばれる。日本人が、ベルギーワッフルと呼ぶリエージュ式ワッフル発祥の地でも、ある。この地は、ローマ帝国時代に、 すでに移住者がいたが、リエージュが記録に現れるのは558年のレオディクス村としてである。705年頃、聖・ランベルトゥスは異教徒の改修を完了した。しかし、彼はリエージュにおいて殺害され、その後、一般に殉教者とみなされるようになった。聖・ランベルトゥスの遺骸を祀るために、彼の後継者である聖・フーベルトゥスは、 都市の中心的な建物となったバシリカを建設し、その近くに司教の住居を置いた。2世紀後に都市はリエージュ司教領の首都となり、その国は985年から1794年まで続いた。最初の司教君主であるノトガーは都市を知的で宗教的な中心地と変えた。これによりリエージュは中世の間文化的な重要性を維持した。 教皇クレメンス6世は、アビニョンの教皇の宮廷で演奏を行うための音楽家を何人か連れてきた。それにより、宗教会で音楽の練習を行うことが認められた。リエージュは、たくさんの教会で有名であり、その中で最も古いものが、682年からある聖マルタン教会である。リエージュは、名目上は神聖ローマ帝国の一部であったが、実際には、 かなりの独立性を有していた。1650年のリエージュの地図中世後半となると何世紀にもわたりリエージュの戦略的な地位の上昇のため軍事的な目標となったり反乱が頻繁に発生したりした。そのため比較的早くから都市の西側を見渡すことが可能な急な丘の上に城が建築された。1345年にリエージュの市民は 当時の統治者であった、司教君主らマルクのエンゲルベルトに反乱を起こし、軍勢を都市の近くで破った。ブルゴーニュからの支配に対する反乱の後、1468年に、フランスのルイ11世と、バロア・ブルゴーニュ家のシャルル都市信仰は、奇襲の成功とその後の戦闘により、リエージュを占領し、都市を大きく破壊した。リエージュは、公式には神聖ローマ帝国の一部であった。 1477年以後、都市はハプスブルク家の1555年以降はスペインハプスブルク家の支配を受けた。しかし実務的な支配はその司教君主が行っていた。ラマルクのエラールの統治はリエージュにおけるルネッサンスの派生と同時期であった。対抗改革の間にリエージュの教区は分割され次第に宗教的な国家としての その役割を失った。17世紀には、司教君主が、バイエルンのビッテルスバッハ家からやってきた。彼らは、ケルンと神聖ローマ帝国の北にある他の司教領を統治した。この時期になると、周囲の豊富な地下資源に支えられ、鉄の精錬や金属加工が盛んになった。当時の大商人、ジャンクルティウスは、火薬やミオーバンを輸出して、巨液を上げている。 スペイン継承戦争中の1702年、イギリス軍総司令官マール・バラコー、ジョン・チャーチルは、バイエルンの司教君主と同盟軍の、フランス軍統治下のリエージュを占領した。18世紀の中頃、フランスの百科全書派の考えがリエージュに、広まり始めた。ヘンズブレヒのフランス・アシャルルは、不況を奨励し、これは、リエージュ革命の元となった。このリエージュ革命は、 1789年8月18日に死境都市において発生した。1794年のフランス革命戦争でフランス軍は都市を占領し強硬な反宗教的な体制を押し付けた。そしてセーランワートの大きな大聖堂を破壊した。1801年に司教君主という不自然な地位に関してナポレオン・ボナパルトと 強行ピウス7世によるコンコルダートにより廃止が確約された。1815年にフランスはリエージをウィーン会議により失いネーデルラント連合王国が温床として手に入れた。ネーデルラントの支配は1830年まで続き独立革命によりカトリックを宗教とするベルギーの一部となった。この後リエージは主要な工業都市として発達しヨーロッパで最初に 大規模な鉄鋼生産が行われるようになった。1770年のリエージュの中心リエージュの防備は1880年代にアンリ・アレクシブリアルモンにより再設計された。これは都市の周りに12個の要塞のネットワークを構築し、深層防御を可能とした。これは1914年ドイツ軍がフランスへのルートとしてミューズ川とアルデンヌを通り抜けるという、 シリーフェンプランを使用した際に大きな障害となった。1914年8月5日、進行したドイツ軍はリエージュに到達した。そこではジェラールルマン将軍の下3万人の将兵が防衛をしていた。要塞は最初約10万の兵士により攻撃されたが、その攻撃は失敗した。その後、ドイツ軍の42センチメートルビッグバーサ榴弾砲による5日間の 攻撃によって破壊された。主要な要塞に隣接する地下のトンネルにおける換気の設計に問題があり、砲弾の直撃が大爆発を引き起こし、ベルギー軍の降伏を引き起こした。ベルギー軍の抵抗は予想より短かったが、そこでの12日間の浪費はフランスへのドイツ軍の侵攻において大きな問題となった。都市は終戦までドイツにより占領された。 リエージは1914年にその防御戦闘に対する栄誉としてレジオンドヌール勲章を受けた。ドイツ軍は1940年に再度侵攻してきた。この時はたった3日で要塞を占拠した。ほとんどのユダヤ人はユダヤ人に同情している人々の助けにより助けられた。同様にユダヤ人の子供たちはいくつもの修道院に隠された。ドイツ軍の支配は 1944年9月にアメリカ陸軍により駆逐されたが、リエージュは解放されてから終戦までの間1500発程度の V1 飛行爆弾や V2 ロケットによる攻撃を受けた。戦後、リエージュはその鉄鋼産業の崩壊の影響を受けた。これは高い失業率と社会的な緊張を引き起こした。1961年1月。 不満を持つ労働者が暴動を起こし、リエージュギュマン駅に損害を与えた。このようにリエージュは社会主義者の街としても知られている。1991年に前首相であった、急進的な社会主義者であるアンドレ・クールスが街の駐車場で銃撃された。クールスの死後、多くの人々は、この暗殺が中央政府の社会等を追っている、汚職スキャンダルと関連があると考えていた。 2004年にクールスの殺人の容疑で二人の男性が懲役20年の判決を受けた。リエージュは近年欧州連合に加入し国境が撤廃されたことと鉄鋼価格の高騰、管理体制の改善により経済的な回復の兆しを示している。ショッピングセンターがいくつか建築され多数が修繕された。産業としては特に製鉄業が盛ん。ビューラン山。 ありがとうございます。